はい、バック、どうもラッキーです。今回は雑談です。まあ見なくてもいいです。ただ僕がね、僕の考えをペラペラと喋っていくラジオ感覚でね、聞いてもらえばいいと思います。で、今回のお題が北朝鮮のミサイルの話で、僕の今回の動画ではその北朝鮮のミサイルに関してはまあ特に触れません。うん、っていうよりかは、割と戦争系ですね。まあそっからの展開でもありますけど、戦争が起きるか起きないかとか、まあそんな感じの話。さっきも言ったけど僕の考えなので、まあ間違ってることもたくさん言ってます。まあ僕の妄想的な話だね、今回ね。だから本当にちょっと専門的なことが聞きたいなっていう方は申し訳ないですけど、そういうところは喋らないですね。うん、まあ他のね方たち結構喋っているので、まあそこら辺でわかると思います。うん、でツイッターとかでもね、結構そのもしねミサイルが飛んできたらどうなるのかとか回っていましたけどもね、まあああいう系の騒動があり、まあそこで僕が思ったことを喋っていきたいと思います。うん、まずまあいきなりですけど、戦争が起きるか起きないかというとこなんですけど、まあ起きないでしょうね。っていうか、最新の情報で、まあ今日の朝ですかね、まあ北朝鮮にミサイルを飛ばしたけど失敗したとありました。まあ実際それが成功して日本にね、まあ、着弾するのかって言ったら多分しないと思うんですよね。おそらくこれも、まあ、通過が何やらかで、まあ、確実には当ててこないとは思うんですよ。まあ、当たったらおそらく戦争は起きるのかな、わかんないけど、当たったとしても戦争は起きるのはちょっと難しいよね。うん、まあ僕も詳しいことはわかんないですけど、まあとりあえず戦争は起きないんじゃないかって思ってます。まあわかんないけどね。で、確かね、5年6年前ぐらいにこんな騒動がまたあったんですよね。戦争がまた起きちゃうよと、うん、あるんですけど、まあその時も実際起きなかったね。まあ調べてもらえば出てくると思うんですけど、確か5、6年前戦争もしかしたら起きるんじゃないってあったけど、その時も起きなかった。まあでもこんなのがいっぱい続いたら起きるよね、多分10回目ぐらいぐらいにねぐらいに、うん、10回ぐらいこういう騒動があったら起きてもおかしくないんじゃないかなっていう感じはしますけどね。じゃあ戦争は、そうだね、まあなくなることがあるのかっていうところなんだけど、まあなくらな噛みすぎなくならないですね、間違いなく。うん、戦争は終わらないです。まあまあこれはね、みんなわかると思うけど、まあずっと今までね、まあ争ってきたわけですよ。まあこれから平和が続くなんてね、まあ可能性としては低いと。間違いなく戦争は起きます。まあ今回の騒動があったようにこんな感じでおそらく戦争が起きてもおかしくないかなって思いますね。うん、で、まあ戦争はなんで起きるのか、そこら辺はまあそうだね、僕の考えとしては、まあちっちゃいことで考えるといじめや喧嘩と同じだよね。うん、まあ喧嘩分かりやすいね。まあお互いでなんか、じゃあなんだろうね、お金関係の喧嘩が多いかな。じゃあ1000円貸してっつって、貸したのに返してくんないよみたいな、そういう喧嘩起きたり、まあちっちゃいとこはそういうとこ。いじめだと、まあ一人の人を対象に複数人でいじめをする。まあこの二つ、まあ違うように見えるけど、まあ共通点としては、まあ仲良くはなるよね。うん、喧嘩するほど仲いいって言うけど、まあそこら辺と近い感じもするね。うん、まあ基本的に喧嘩は1対1だけど、まあ特にいじめの場合は1対複数なのね。まあ1人の場合は仲良くなんないけど、そのいじめてる側、複数の場合はまあその人たちでは仲良くなるよねっていうところ。うん、だから共通の敵がいるとみんな絆が深まんだよね、多分わかると思う。なんだ、学生さんだと体育祭とかクラスで団結するでしょ。共通の敵、敵って言わないか、まあ要はそうだね、共通の敵がいればまあそれを力を合わせていくというわけだね。今の状況やっぱ敵っていないわけだよね。でもちょっとしたとこで言うと過激派とかなのかな、まあそこら辺がなってくるのかと思うんですけど、まあ今のところ敵はいないので、まあそういうところでね、なんか今の状況っていうのはすごく何が起きてもおかしくない状況じゃないですか。うん、で今までを振り返ってみると、人類が生まれて、壮大になってきたね、人類が生まれました。うん、
じゃあ何をしてきたっていうと、まあ、人間は動物を飼ってきたね。食料のためね。まあちっちゃい争いだね。まあ人類同士ではないですけども、まあ動物たちを飼ってきたと言ったわけで、その後、まあ、人類たちが発達していって、まあ、集まりができるようになってきたよね。村長とか、その集まりのトップの人とかが生まれるようになってきたね。まあ、そのトップの人の考えで、まあ、じゃあ領地を拡大しようとか、まあ、食料をね、いっぱい集めるよとか、うん。まあ、農作物頑張ろうねとか、まあ、村長によっていろんな考えがあったわけ。その中でもやっぱ武力をね、武力が強いと、やっぱりその領地というか拡大していく。まあやっぱその頃から武力っていうのは大きかったわけだね。うん。だからその後どうなっていたかっていうと、そうだね。まあ主に日本の話になっちゃうんだけど、大幅にカットして戦国時代ね。うん。日本を統一するために武将たちがまあ上がってきたわけ。日本でもまあ多くのね武将っていうのが出てきたんじゃないかな。まあね、後々になってくるとね、どん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 一つの塊になっていて、結局日本統一っていうのが起きたわけね。まあ詳しいこと僕わかんないですけど、頭良くないんでね。うん。まあそれも、まあ争いじゃないですか。土地をね、取るなりして。まあその日本統一するっていうような争い。ただ今としてはやっぱり日本は団結して一つの国としてなってるわけですからね。まあその仲はいいでしょうね。日本で見たら。うん。その後何が起きたかって、まあ、また大幅にカットして、まあ、第一次世界大戦。まあ、世界大戦だね。世界規模の戦争があったね。まあ、いろんな国。まあ、詳しくは言いませんけど、そこらの、まあ、結構強いと言われていた国、まあ、たちが、まあ、同盟を組んで、そこで戦うわけだね。うん。そして第二次があり、今がある。まあ、戦争があってから100年だっけ?経ったのかな?まあそのぐらい経ったわけで、まあ言うてでも100年ですからね。争いで見たら100年間争いがないことはあるか。どうだろう、わかんないけど、まあ今はまあ割と平和っちゃ平和だよね。大きな戦争っていうのはないから、うん、いいとは思うんだけど、まあ、こうしてね、やっぱ戦争をしてきたんだ。知らない間に先祖代々ね。何かしらをやっぱ奪ってきたわけだよね。そして今が、じゃあこれからどうなっていくか。ね。まあ、こっからすごい、まあ、未来の話なんで、まあ、もちろん合ってるわけがないね。僕の勝手な想像の話なんですけど、まあ、聞いてもらえればいいなと思うんですけど、まあ、間違いなく宇宙規模の戦いになるんじゃないかなっていうのは考えてるね。うん、宇宙規模。まあ映画にも結構されてるものは多いかな。まあ有名なので言うとスターウォーズとか、あれはまあ宇宙だよね。銀河とかそこら辺かな。うん、まあ惑星関係だったりしてますけど、まあ最近も結構宇宙関係のね映画出てきて、まあかなり面白い。僕は好きね、そういう系は。で、まあ宇宙は無限大ということで、僕らが住んでる地球の他にも、まあ最近で言うとね、9個ぐらい見つかったんだっけ、新しい星がね。すっごい遠くの方だけど。まあそんな感じにどん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 見つかっていくわけだと思うよ。うん。まあ、人類もこれだけじゃないと思いますしね。その他にも絶対いるっていう考えは僕はしています。うん。なのでね、まあ UFO とかも信じてるかな、割と。ああ、でも8割偽物とか言うけどね。まあそこら辺ちょっといいです。はい。で、まあ宇宙規模になってくると、まあ地球代表じゃねえね、地球同盟として行くわけじゃない、宇宙との戦いに。うん、だからその地球の中では絆が生まれるわけじゃない。うん、例えばその中で、じゃあ我々の国はじゃあここのミサイルを作りますよとか、部品作りますよとか、じゃ飛行機作りますよとか、そこら辺で国たちが協力し合う。ここで一つの輪、地球上でも輪が使われるだけね。うん。まあ、もっとその話をすると、おそらく地球以外のとこと同盟を組む。うん。その他の違う惑星のところと同盟を組んで、共通の敵が出てくる。みたいなのもあるかもしれないよね。うん。まさに宇宙戦争なんだけど、まあ、そんな中で、まあ、かなり、的外れなことを言うと、まあ、人類このままだと、まあ、地球にはいられないよね。っていうところにもなってきます。まあ宇宙規模の話をしていくとね。
うん。まあ結構ここら辺は映画で結構描かれてるかなと思うんですけど、そうだね、寄生獣とかかな、あれも確か地球が結構汚染されてる系だよね、ゴミが多いとか、確かそこら辺の理由だった気がします。うん。あとはテラフォーマーズとか、あれもまあ地球に住めなくなったので、まあ人類移住計画をしようとね、バグズ2号がとかね、あんま見てないんで詳しいことわかんないですけど、まあ要は火星にねゴキブリを送って火星を温めて人間を住めるようにしようとね。でまあ 1号目がバグズ1号だったっけ、多分違うね、わかんないけど、まあ実際行ってみたらゴキブリが発達しちゃったっていう話だけど、まあまさにそういうのが本当に現実で起こるよねっていう。で都市伝説で言われているのが、実際に今人類移住計画はもう進んでて選抜が始まっているらしいっていうところ、まあここら辺結構鳥肌が立つ場面なんだけど、まあ割と都市伝説が好きな人は割と知ってるかな。うん、ここら辺はね割と怖いよね、もう進んでるとか言われてますけど、まあ近い将来、まあ火星が一番強いっていうか一番いいのかな、よく出てくるのは火星だけどその他も使われるんじゃないかなっていう考えはしてるんですけど、まあそこら辺かな。そしてまあ最近公開された映画といえばパッセンジャー、僕はこれが一番推したいところ結局ここまで10分間話してきたけど、結局最後に結びたいのはパッセンジャーなんですね。まさにパッセンジャーは人類移住計画をするわけでね、パッセンジャーはね予告編を見てもらえれば、まあすごくね面白さがわかると思います。で公開されたのもねほんと最近なので、まあぜひ見てぜひ見てね。うん。で、まぁ、あ、ちょっと、今ちょっと紹介するね。まぁ、あ、宇宙の、まぁ、あ、宇宙船だね。があり。年代はこれなんだ ?2000 何年かわからないけど、まぁ、あ、割とその後だよね。まぁ、あ、2000年代なんだね、でも。で、乗客が5000人いる船。うん。で、そっから、その目的地の和星に着くまでが120年と。まあ普通なら死ぬじゃんって話なんだけど、おそらくそこでは、まあ装置でね、まあ技術が発展して冬眠装置で眠り、まあそこでは年を取らないと。うん。ただ、その主人公である、ある男の人は90年早く目覚めちゃったよっていう話。うん。すごいでしょ。ある一人の男だけはその90年早く起きてしまった。まあ実際ね、まあネタバレではないんだけど、実際女性があともう一人起きます。うん。まあ二人なんだけど、まあ、これもね、すごいよね。うん。ぜひ見て。まあ、そこら辺かな。ちょっと本当にね、話としてはずれたけど、まあ最終的にパッセンジャーに持っていこうとはしてたんだ、もともとね。ごめんね、なんか、ミサイルから来た人はね。本当に、まあ、夢を見て、今後の、この人類は、おそらくじゃない、絶対だけど、まあ、人類移住計画っていうのはあるよね、っていう話でした。うん。まあね、パッセンジャーの、あともう一個言わせてほしいんだ。最後の、まあ、ムービーを見てもらったらもうわかるんだけど、まあ、5000人乗った中、まあ、二人起きたわけじゃないですか。なんで起きたのかってね。まあ、起きる可能性は 0% らしいです。なんでじゃあ起きたのかっていうのを調べていく。だけど、自分らが起きたのには何か理由があると。まあ、その男の人は悟ったわけで、ね。まあ、神様の言ったことなのかわかりませんけど、まあ、ノアの箱舟とかまさにそうじゃない?うん。あの洪水でね、まあ、みんな生物死んじゃうから船を作ってそこに動物をね、まあ乗せて、でまあ洪水収まったら、まあそこからまあ人類がどんどん広がっていくっていう、まあノアの箱舟は有名ですけども、それのような同じ現象で、ね、まさしくそのまあ人類移住計画ですから、重要なミッション120年分が詰まってますからね。うん。
それをもしかしたらこの後失敗するかもしれない。うん。ね。っていうのを考えると、その二人が起きた理由にはやはりそれを阻止する仕事があるんじゃないかっていうのを考える。そういう映画なんだけど、面白い。というわけでちょっとほんと長々とね、15分間雑談しましたけど、まあまあまあ、たまにはね、ちょっと雑談ということでやっていこうかな。どう？どうですか？まあ僕のね、まあまあいいわ。基本的に映画の雑談になります。うん。すごい昔、ピッピッピって聞こえるほどうるさいね。ちょっとごめんね。まあ早く終わらせますね。はい。雑談なんで、まあ、尺とか気にせず喋るんですけど、すんごい昔に映画紹介っていう動画を作ったんです。でね、君の名はとか、ファインディングドーリーとかかな。そこら辺を確か紹介したはず。なんだけど、まあ、途中で打ち切りになりました。うん、なんかそこまで続かなかったね。まあ、すごくね、個人としては楽しいのよ。映画を共有できるっていうのは。ただね、僕の見てる人って、やっぱみんながみんな映画好きなわけじゃないからね。映画を紹介する専門のチャンネルはもちろんあるからさ。やっぱそこには負けちゃうわけね。うん、だから、その時に思ったのが、やっぱゲーム実況だけでいいかなっていう感じがしたんだよね。まあ、最近思ったのが、まあ、雑談もちょいちょい上げようかなと思って、こんな感じで思ったことを主張するっていう。まあ、そんな感じで。まあ、今後もね、多分雑談していけたらしたいと思ってます。ということで、ラッキーでした。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。I'll be back.